石灰成分が出たものです。蜂の巣はご覧ください。蜂の巣の真上あたりに赤い鳥居が見えてまいります。国の重要文化財大湊神社がございます。海の神様、船の神様を祀りされております。船の上からでもお参りすることができますので、よろしければこの機会にお参りしてみてください。お島は神の島とも呼ばれております。島全体がお社となっております。左手赤い橋の島橋、全長224メートル。この橋車で通ることはできません。橋の手前に無料駐車場がございます。もしよろしければ歩いて渡ってみてください。お島には一周する遊歩道もございます。それでは東尋坊の方へと向かいます。それではまた温泉内お聞きください。日本全国に60カ所ぐらいあると言われております。
番有名なのは三重県の伊勢だと思いますが、この東尋坊の夫婦岩は全くの不明でございます。知っていただきますと助かります。船の左を語り、松の入っているのは夫婦岩でございます。船の前方の方、東尋坊隠れ恐竜ございます。近く通りますとき探してみてください。左少し前方、穴の開いた大きな岩、松ヶ下でございます。松ヶ下から東尋坊の始まりでございます。松ヶ下の右少しの壁に、右を向いて口を開けて白っぽい模様の恐竜がもう見えております。どうぞ見つけてみてください。船の左横を通過していきます。ずっと通過しております。どうぞ見つけてみてください。どんどん過ぎていっております。船の左横あたりでずっと通過しております。見えても見えなくても船はどんどん前へ進んでいきます。東尋坊の岩石の学名は復帰石安山岩柱状節理です。柱状の柱は柱という字を書きまして、柱を立てたような形状となっております。船が進んでまいりますと、この柱状節理がだんだん大きくなっていくのをご覧ください。これほど大きな柱状節理は非常に珍しく、世界に3箇所に数えられております。北朝鮮の金剛山、ノルウェーの西海岸、そしてお客様が今来ていただきましたこの東尋坊でございます。柱状節理ご覧ください。それでは東尋坊一の名所大池に到着いたします。船はちょっとだけ中に入りますので、カメラを用意してお待ちください。崖の高さ23メートル、水深20メートル。左右ご覧いただけます。どちらからでもご覧いただけます。好きなとこからどうぞご覧ください。窓開けになられまして、下から見上げるようにお撮りになるとよろしいかと思います。大池の中に入っていきます。波の高い日にはこちらの中には入れません。今日は入れます。どうぞご覧になっていってください。下から見上げるようにお撮りになりますと綺麗に映るんです。富士からで映るぞって感じで、どうぞお撮りください。してしまいますと7割はアウトでございます。
残りは中途半端になってしまいます。ですのでお気をつけください。冬場にもなりますと日本海の荒波が5、6メートルの高さになります。その波が大池の絶壁を駆け上がり上のお店までシルク飛ぶことございます。どうぞ写真撮りください。この岩肌柔らかそうに見えますが実は硬い特徴を持っております。それではお客様写真の方は OK 牧場でございますでしょうか。はい、それでは東尋坊南の方へと進んでまいります。船の23メートルあります。はい、船の左、すごい前方をご覧ください。直角三角形になっている岩、ライオン岩と申します。ライオンの後ろ姿によく似ていると言われております。ライオン岩の真後ろを通りますときよくご覧になってください。どうぞご覧ください。間もなくライオン岩の真後ろを通ります。このライオン岩は船からしかご覧になることができません。丘から見てもただの岩にしか見えません。一番前のお客様は間もなくライオン岩の真後ろを通ります。両耳たてがみ背筋が通り腰のくぶれ具合がよく似ていると言われております。ライオン岩の真後ろを通っております。どうぞご覧ください。両耳たてがみ背筋が通り腰のくぶれ具合がよく似ていると言われております。この辺りから言いますと前足を伸ばして座っているようにも見えます。ライオンに見えたでしょうか。見えたと言ってください。ありがとうございます。ぜひ帰りにもご覧になってみてください。左手小高い岩ございます。その奥の方戦場をちぎって場所がございます。非常に足場の良いところでございます。足場が良いので撮影にもよく使われております。火曜サスペンス劇場では死体の上がる場所でございます。数々の芸能人が上がっております。船の左の奥の方戦場時期でございます。映画釣りバカ日誌もここで撮影されたことがございます。船の左の奥の方戦場時期ご覧ください。松林の上東尋坊タワーご覧ください。タワーの右下あたりにろうそく岩見えております。単ロックで立っていますと岩上の方が丸くなっております。丸くなっているところがろうそくの芯に見立てております。水平線に夕日が沈む頃丘の方から見るとろうそくに火を灯したように見えると言われております。船の左横たり上の方が丸くなっている岩ろうそく岩でございます。ろうそく岩ご覧ください。左側大小6つの少し薄っぺらい感じの岩が並んでおります。屏風を立てかけたように見えますところから6枚の屏風にとっていまして6枚屏風岩と呼んでおります。郷土の民謡三国節の一節岩が屏風か屏風が岩か天の口笛東尋坊という歌がございます。この辺りは海女さんが漁す場所でもございます。4月から6月わかめのシーズンそしてアワビ、サザエ、夏場には海この辺りは越前海の本場でございます。この辺りの海女さんは高齢化が進んでおりまして若手の方で50代ベテランにもなりますと80歳超えております。海女ちゃんはおりません。おばちゃんがおります。左の海岸線ご覧ください。黒っぽい岩から白っぽい岩へと変わっていきます。先ほど通ってまいりました東尋坊始まりの岩松ヶ下から大体この辺りまでを名称東尋坊と言います。船は入隊いたします。申し訳ありませんので一旦窓を閉めください。景色は右へと変わります。相手の席に全移動して右の景色ご覧ください。ここにはライオン岩ございます。左前方には噴火岩見えております。噴火の上に行っているところから噴火岩と呼ばれましょうでしょう。噴火の上に見えるでしょうか。微妙でございます。ありがとうございます。噴火岩でございます。はい、右手の方ろうそく岩が見えております。単独で撮っていますと岩上の方が丸く
ってる下の方、緑色の下に入ってる2つ目の右横あたり、脳骨岩、ご覧ください。右の奥の方、天井軸が見えてまいります。